ることはないから。要するにこれ、may not でも丸だし、sorry you can't じゃなくて、sorry you may not でも丸だし、sorry you can't にしてももちろん丸。だから、まあ、本当は、そう、この、まあ、その疑問文が may I って聞き方と can I って聞き方どっちでもできちゃうから、二通り答えも生まれてくるわけで、本当は may I って聞き方は may で答える。